はい、どうも、メダットに関する情報をお伝えするメダロットニュース、お伝えするナノヘイとアナナです。よろしくお願いします。わー、はい、今日はメダロットの S の最新情報を持ってきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の情報一つ目、はい、スポットライトガチャ情報。スポットライトガチャとは、はい、今週から新しいタイプのガチャが登場します。スポットライトということで、はい、うん、まああの既存のすでに入っているラインナップの中から、まあ、1体選ばれたものがピックアップしているガチャになります。今回のスポットライトガチャは、はい、何にスポットライトが当たってるの？はい、今回スポットライトが当たってるのがペッパーキャットになります。サンダー、はい、サンダー人気だと思います、はい、うん、のペッパーキャットが出やすい、はい、出やすくなってます。1週間になっているので、うん、まあ、2月の27日のメンテナンス開始前で15時頃を予定していると思うんですけれども、うん、はい、までになってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて激闘ロボトル情報になります。明後日から始まる激闘ロボトル、明後日から始まる激闘ロボトルのラインナップ、こちらでございます。はい、フライファルコン、スピード、アラート、イエロータートルになっております。なってます。フライファルコンはナパーム攻撃です。全身がナパーム攻撃になってまして、はい、まあ、この乱撃攻撃ね、はい、あの3箇所に当たる攻撃を持っている、メダロットになってます。続いてスピードアラートなんですけれども、ちょっといろんなパーツを持ってます。頭がモビルブースト、腕はサンダーとライフルみたいな形になってます。車両タイプのメダロットです。サンダーが意外と使いやすいかもしれない。そうですね、サンダー、うん、いいかもしれないです。ぜひゲットしてください。はい、続いてイエロータートルなんですが、こちら頭パーツが、ヒーターになってます。頭部パーツがヒーターになってます、うん、で両腕がレーザーで、脚部が戦車という風なメダロットになってます。はい、わかりやすく、わかりやすいくタートルっぽいザ・タートル、はい、ザ・タートルといった感じでね、はい、レーザーが得意な、メダロットになってますので、はい、これも必須でしょね。先週の、シアンドッグに続いて、イエロータートルもぜひゲットしていただければと、はい、思います。はい、3つ目、はい、コンビニ入荷情報です。今回の入荷は何でしょうか。はい、今回の入荷こちらです。石像と試作2号になります。なるほど、石像は最初の週に出てたのかなですね。はい、そっからじゃあ、はい、再び出てきた、まあ、再びという形ですかね。はい、試作2号も前出てた、激闘でいた、うん、いたかな、いたよと思います、うんうん、いた、逃してしまったよって方はこの機会にぜひ、はい、ぜひご購入ください。はい、よろしくお願いします最後にキャンペーンの情報です。はい、今ツイッター上で行われているキャンペーンなんですけれども、ペガさんの、ゲームセンターの方で、はい、メダロットのアクリルスタンドが2月の4週目からかな、うん、入手可能になるっていうことを記念しまして、キャラトルさんのツイッターアカウントで、はい、キャンペーンをやってます。お、はい、メダロットセガ限定フォロー&リツイートキャンペーンといったような形になってまして、限定のプレミアムメダルを抽選で10名様に、はい、プレゼントするキャンペーンをツイッター上でやってますので、キャラトルツイッターアカウントフォローして該当する応募用のツイートをリツイートするといった形で応募完了になりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。概要欄にリンク貼っておきます。はい、はい、あとね、はい、メダロットの DVD、 おメダロッターズストアで、はい、今予約の方受け付けているんですけども、先週末では予約の方締め切りの予定だったんですが、はい、若干延長させていただいてます。お、そうなんですね、うん、うん、来週の月曜日まで24日まで、はい、はい、予約の方延長させていただいているので、よかったら、はい、メダロッターズストアの方ご確認いただければと思います。はい、で、あとメダロックの CD なんですけれども、はい、メダロット S の、はい、そうですね、中でも、うんうん、一部の楽曲の方が、使用されているといった CD なんですけれども、うんうん、実は好評に好評を重ねまして、ほう、なくなったという。あれ、はい、いいんですかそれ言っちゃって。なくなりました、はい、初回製造分がなくなってしまいまして、今追加製造をかけています。お、はい、はい、で意外と早く追加製造の方が届きそうなので、多分皆さんお待たせすることないかと思うんですけれども、そんな感じで、はい、メダロッターズストアにお立ち寄りの際はオンラインなんですけど、はい、メダロックの CD とかも見ていただけると嬉しいな、はい、そうですね、はい、思います。はい、メダロックはツイッターアカウントも
そうですね、はい、音楽プロデューサー糸賀さんが運営しているツイッターアカウントもありますので、はい、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。ください。以上です。ロボトルファイト。